皆さんは織田義則という人物をご存知でしょうか。六代目山口組から離脱した組員によって結成された神戸山口組。彼はこの神戸山口組からさらに分裂してできた絆会で会長を務めている男です。また、ヤクザ界最強の武闘派としても知られています。織田義則とは一体どのような人物だったのでしょうか。今回は彼の生い立ちと現在について当時のエピソードを交えながらご紹介していきます。織田義則は1966年10月大阪府大阪市で生まれました。本名はキム・ジョンギといい、織田義則という名前は渡世名で在日韓国人の3世です。父親は坂梅組系張本組で組長を務めていた張本政樹と兄弟分の関係で武闘派ヤクザとして幾度となく逮捕されていました。そのため母親がホステスをして一家の大黒柱になっていたそうです。このような家庭環境で育ったこともあり、織田は学生時代からグレていました。彼は不良の世界で次第に知名度を上げ、すぐにビッグネームとなります。そして1984年18歳の時には父親の兄弟分だった張本が組長を務める坂梅組傘下の張本組に席を置きました。張本組の時代、織田は旧知の中である張本組長の下で力を尽くし活発に動いていたようです。この流れで彼は1985年に政治結社日韓同志会を結成しました。翌年には張本組の若頭補佐へと昇進し、その後すぐに組のナンバー2である若頭に出世します。こうして地位を確立した織田は自身の組である精神会を結成しました。このように着実に昇進していった彼ですが、ある時から上部団体である坂梅組に対して不満を持つようになります。何でも坂梅組には山口組との対立は絶対に避けろという決まり事があったらしく、織田は極道でありながらこのような決まり事を作る小物逆減に嫌気がさしていました。それでもしばらくは我慢しながら組に居座っていましたが、結局は1年ほどで耐えられなくなります。そして1987年、織田はけじめとして指を詰めると張本組を離脱しました。こうして組織を離れた後、彼は天聖会という独立組織を立ち上げ活動を再開します。そして1988年、織田は和歌山県和歌山市に拠点を置く山口組系倉本組に加わり、山口組の二次団体の組員となりました。倉本組での織田は新たに自分の組織として織田工業を立ち上げるなどしています。この立ち上げと同時に彼は組長の倉本博文のボディーガードも務めていたようです。その後1990年には山口組と大阪に拠点を置く羽谷組で人材の引き抜きが原因で始まった山並構想に巻き込まれることになりました。この構想の中で彼は織田工業の組員たちに羽谷組系平沢組の幹部を銃撃させ、武闘派としての名声を高めます。しかし同時に警察からも目をつけられ、この銃撃事件の首謀者として逮捕されてしまいました。その後の裁判で織田は懲役12年の実刑判決を受けます。こうして彼は服役することになりましたが、所属していた倉本組にまで捜査の手が及ぶことはありませんでした。何でも逮捕時に大阪府警が行った取り調べの際、織田は完全沈黙を貫いたそうなのです。彼は自らを犠牲にし組を守る動きを見せていました。この行動は倉本組内でも高く評価され、服役中に若頭補佐に就任することにもつながっています。実刑確定後、織田は徳島刑務所に服役していたのですが、当時この刑務所には山口組系山県組の若頭補佐であった井上邦夫も服役していました。この予期せぬ出会いが織田にとって後に大きな転機を迎えることになります。そのような中、1997年、山口組のナンバー2である匠若頭が中野会の組員によって射殺されるという事件が発生しました。刑務所内でこの事件を耳にした際、義理と人情に厚い人物である織田は激怒します。そして彼は衝撃的な行動に出ました。なんと面会に訪れた配下の組員に対し、中野会関係者を襲撃せよと記したメモを渡そうとしたのです。しかしその場でメモが刑務官に発見されてしまい、襲撃計画が実行に移されることはありませんでした。
これにより不正連絡の罪に問われた小田は旭川刑務所へ移送される羽目になったそうです。以前の罪に加え、刑務所内で様々な事件を起こしていた小田ですが、2001年にようやく刑期を終えて出所します。しかし、彼が所属していた倉本組はその時点で消滅していました。実は、彼が収監されていた1998年に親分である倉本博文組長が急逝していたのです。小田が懲役で不在の中、倉本組長亡き後に組をまとめられる人物がおらず、その結果、倉本組は消滅してしまいました。刑務所から出所したものの、帰る場所がなくなった小田は、徳島刑務所で知り合った井上を訪ねることにします。井上は小田の事情を聞き、彼を心よく迎え入れました。こうして小田は組長の杯を受け、山口組、山県組、天竜会の若仲になったのです。このように現場に復帰した小田ですが、彼には2002年に起こった、消えた2億円騒動の後始末で暗躍したとの噂も存在します。この騒動は交流中だった山口組の若頭補佐である桑田兼義の保釈をめぐって発生したものです。当時の山口組では匠勝が射殺されてから次の若頭候補である司忍、滝沢隆、桑田兼義らの若頭補佐が相次いで逮捕されていました。桑田は山県組の組長でもあったため、当時の山県組は苦しい状況にあったそうです。また当時5代目山口組組長を務めていた渡辺義則は後継者として井上を望んでいました。しかしこの時の井上は山県組の若頭補佐であり、山口組の直参にも上がっていません。そのため彼を山口組の6代目組長にするには、まず山県組の組長にする必要があります。しかし当時の山県組の組長である桑田不在の状況では、そのようなことはできないため、彼の保釈は必須でした。そこで山県組の傘下である共有会会長の剣丈二、田三郎一家総長の後藤和夫、重田会会長の重田誠二の3人が桑田の保釈に向けて動き出します。そのような中、自分なら桑田の保釈を実現できると申し出た者が現れました。その人物とは山口組の三次団体である六甲連合会の会長亀谷直人です。彼は山県組に対して、検察の裏金作りを告発しようとしていた人物の口止めを行い、逮捕に必要な証拠をでっち上げる形で検察への協力をしたことがあると語りました。その話によれば、亀谷は当時の検事総長であった原田昭夫に対して貸しを作っていたらしく、その見返りとして原田を動かし、桑田組長の保釈を実現させるというものです。この言葉を信じた山県組は亀谷に対して2億円の工作資金を渡します。しかしそれからいくら待っても桑田の保釈が実現することはありませんでした。これに激怒した山県組の傘下である共有会会長の剣は亀谷を激しく詰めます。しかしその場で2億円の件については解決に至らず、話し合いの場を変えることになりました。こうして剣の配下が運転する車の後部座席に二人が乗り込んだのですが、そこで亀谷が衝撃の行動に出ます。なんと彼は突然銃を向くと隣に座っていた剣を射殺したのです。この事件は亀谷と剣が共に5代目山口組の組員であったため、組織内でも大きな問題となりました。その後亀谷は逮捕され、懲役20年の刑に服することになりましたが、2億円の行方については明らかにされませんでした。そこで消えた2億円は亀谷が会長を務めていた六甲連合会の上部団体である佐藤組が負担することになり、山県組に返還されました。しかしそれで全てが解決したわけではありません。桑田の保釈工作に関わっていた重田は絶縁処分を受け、極道の世界から追放されました。しかし絶縁後も彼は山県組の本部がある神戸市内に留まり、夜の繁華街で堂々と遊び歩いていたそうなのです。その結果、2003年11月、重田は何者かによって射殺されました。この事件は犯人が不明のまま迷宮入りとなりましたが、当時山県組の若頭だった井上の意を汲んだ小田が動いたのではないかと噂されているのです。重田殺害事件から3年半後の2007年5月には、
桑田の保釈工作を任されていたもう一人の組員である後藤も山県組の者によって射殺されました。そのような中、六代目山口組組長に就任したのは井上ではなく弘道会総裁の司忍です。こうして司が山口組のトップになったことで、組織の中心は山県組から弘道会に移りました。それからというもの、山口組内部では金銭をめぐる問題が頻発します。これに耐えかねた山県組を中心とする組員たちが六代目山口組から離脱し、2015年8月に神戸山口組という新たな組織を結成しました。こうしてできた神戸山口組の組長に就任したのが山県組の井上邦夫であり、織田も彼に続く形で神戸山口組に加わっています。しかし結成からしばらくすると神戸山口組の内部でも金銭トラブルが頻発するようになりました。そのような中、今度は織田が数百名の構成員を引き連れて神戸山口組から離脱し、2017年4月に新たな組織である任侠団体山口組を結成したのです。これは井上との親分子分の関係が割れた瞬間でした。これにより織田は神戸山口組から命を狙われるようになります。2017年9月、織田を乗せた車3台が武装した神戸山口組系の組員に襲撃されました。織田が乗車していた車両は急いで現場から逃れたため、彼自身に怪我はなかったようです。しかし織田のボディーガードを務めていた組員1名が射殺されてしまいました。この事件以降、織田率いる任侠団体山口組の構成員は減少の一途をたどることになります。そのような中、分裂構想が激化し、6代目山口組、神戸山口組が特定抗争指定暴力団に指定されます。これを受け、織田は任侠団体山口組が特定抗争指定暴力団に指定されるのを防ぐため、山口組の名前を捨てて組織名を絆会に変更しました。このようにして山口組の看板を下ろし、分裂構想からも距離を置くようになりましたが、次は6代目山口組から襲撃を受けることになります。2022年6月6日午後9時50分頃、神戸市内にある織田の自宅に軽乗用車が突入したのです。幸いこれ以上の攻撃はなく、織田が怪我を負うことはありませんでした。しかし絆会が神戸山口組だけでなく6代目山口組からも狙われていることが明らかになったのです。そんな中、2020年春から夏頃にかけて絆会に解散の噂が流れていたこともありました。これは町の世話役だった時代のヤクザに戻るために織田が絆会を解散させたいという意向があったと噂されています。しかし2020年7月に開かれた緊急執行部会にて組員たちから反対されたことで、絆会の解散話は流れたそうなのです。2024年現在も絆会の活動は続いていますが、構成員の数は結成当初の5分の1以下になる70人程度にまで減少していると言われています。6代目山口組、神戸山口組の双方から敵対視されている織田には、今後の動向にも注目が集まっていくでしょう。今回は織田義則の生い立ちと現在についてご紹介しました。皆さんの意見や動画の感想があればコメント欄でお待ちしております。またこの動画が良いと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。